JR 最長型切符の旅7日目、7月7日です。昨晩は、8時にね、戻りまして、動画の編集、変更、アップ、公開作業を10時40分くらいに終えて寝ました。そして8時間睡眠して、出て無料シャワー20分間、すごいきつかった。頑張りましたよ。最後の5分で髪乾かして、ギリギリセーフ。無料で済みました。そして、8時に12時間ギリギリで、あ、はい、すいません。8時12時間ギリギリで今チェックアウトしてですね、まあ、2200円でした。朝ラックをと思ったらやってないよ。あれ？あれ？ 11 時からになってる。ダメだこりゃ。もう一軒この近くにね、朝ラーってあるんだけど、火曜日定休日なんだよ。ガーン予定が崩壊しました。まあ別に乗り鉄には関係ないですけどね。あら、どうしましょう。はい、秋田駅戻ってきて、もう白神屋しか寝ないね。2枚2皿2杯食べようかね。はい、秋田駅白神屋で、生岩庭うどん冷たいの870円です。つやつやです。まずこれが1枚目ですね。はい、整いました。いただきましょう。キンキンです。このどうとこし、これこそが稲庭うどんか、冷や麦ではなくうどんである証拠ですね。片手で早く、難しいな。いただきました。1分では食べられなかった。1分半かな。はい、大変、まさに途中いた通りですね。これはうどんであるというね、ぬどこしの良さでしたが、しそう様、さあ次行きましょう。はい、ということで、本日の秋田駅白神屋の2枚目は冷や足ギバサそば590円です。ギバサとは科目のことですね。これよく叩いて細かくしたもの、刻んだものですね。よくよく全体を混ぜてお召し上がりくださいとのことなので、今から混ぜます。はい、整いました。いただきましょう。お、すごい、すごい、すごいぞこれ。はい、うん、ボールイ、ちょっと味が薄かったかもしれない。もうちょっと入れましょう。そしてわさびも、わさび漬けですかね、これ入れてみて。これはすごいな、すごいっすよこれ。このタイムアタックとかのレベルじゃない。うん、やばいっすねこれ。激うまです。混ぜるしかないね、これ。わさび漬け。お、わさび漬けで味が締まりましたよ。相変わらずの粘力ですけど。取れない、本当に取れない、片手無理。
むしかないのでは失礼します。はい、2分かかりましたね。ごちそうさまでした。はい、秋田駅白神庵、本日3杯目入りになったね、蕎麦屋のラーメン、蕎麦だし、蕎麦かけつゆでラーメンです。まかない食らしいです。390円とリーズナブル。さあ、胡椒も出てきたので、胡椒わずかにハラリとだけかけていただきましょう。はい、ということで2分ちょっとですね。さすがにこれのつゆスープではない、つゆを飲むのが遠慮してるでしょう。ごちそうさまでした。はい、秋田駅入場しまして、ね、なんと友人窓口駅員さん、昨日途中下車をしてくださった方で、あ、覚えてます、ありがとうございました。そしてこちら予定より1本早いんですけどね、切り欠き1番線、元これ0番線だったかもね、始発の、大本線八郎潟行き、乗車いたします。さあ、本当はね、大館行きこの1本後に乗る予定だったんですけど、ちょっと途中下車してみようかなと。もちろん降りたことになるから行けですけどね、まあ、そこで途中下車して、そこから先は、予定復帰ということにさせていただきます。汽車が変わっている。駅に行く前にびっくりした、本当にびっくりしました。はい、というわけで大本線、大久保駅で途中下車しました。JR 線に大久保駅は全国で3つありますね。山手線じゃなくって中央本線、中央総武観光線の大久保、それからあと山陽本線にも大久保ありますね、兵庫県にね。どちらも電車頻繁に走る区間ですが、ここはローカル駅。そしてここですね、隣の宇保飯塚、井川さくらの2つでですね、まあ、出社操縦権の株主優待券で、ね、旅行した時に両2駅を途中下車したんですけど、まあ、この次ですよね、宇保飯塚ね。その宇保飯塚で時間が余ったんで、ここ大久保までのね、
往復券をポスで出してもらって、まあ、それでここの上下車完成だってことですね。まあその時に向こうにいただいてますけども、雪券にね、これ簡易宅だったっていう、その時木造駅舎だったってことなんですけども、もうやってないのかな簡易宅これ。あれ完全に建て替えられてるかな。今そういう時があった。はい。コンパクトながら簡易宅やってました。そして、はい。駅名コイン代表ですが、401付きの謎のやつね。ちゃんと括弧送って書いてあるよ。大宇本線だからね。全国3カ所あるからね。そしてご覧のように、中央本線の大久保駅の途中下車員には、括弧長って書いてないんだね。はい。一方で、山陽本線の大久保は18切符で降りてるために途中下車員もらったことがございません。まあそんな感じでね、駅前は変わってないと思うんですけど。はい。まあでも、ね、一般的に、駅舎をね、建て直すっていうのは、もちろんその火事の防止っていうのが1点目。で、2点目にね、駅舎の面積によって固定資産税の税率が変わるので、土地のね、ということで、駅舎を小さくすると税金が少し安くなるっていうね、その2つの合わせ技で建て直すことが多いんだけど、これこんなに金かけて作ってて、しかも十分広いよ。はい、なぜでしょうか。除雪ステーションですかね、この右側はね。はい、わかりませんが、そんな感じで途中下車して、駅名コイン代表ながらちゃんと格好く入ってんのがもらえたね。ありがたいです。はい、先ほど言われた、まあ、今日やかんだ言い忘れましたけども、 JR 最長型鉄道26トレの目大本線ですね。はい、予定の電車ここから復帰で、総久保駅から大館行き乗り込みます。はい、東の城駅で一旦途中下車しましょう。これは回送なんだよな、騙されちゃいけない。てか、まあ、ドア開いてない。はい、というわけで、荷物抱えて、ちゃんと行きましょう。そうそう、米沢ダム付近、過去行っていた規則違反の可能性が強い乗車券持ち帰り外で告白しなければなりません。まあ、途中下車できる、あるいは18切符で乗り放題。これでね、荷物を電車の中に置いてないで、長時間電車とか、外に出場することは正当なのかとか、もちろん出場自体は正当なんですけど、その時荷物を置きっぱなしにしてるってことは、その荷物を無地面、無許可で勝手に座席っていうね、場所を潜入してしまっているんだよ。まあ一般的にはトイレ行くと考えたら許容範囲でございますが、厳密に考えるとちょっと明確に禁止しているんではないけど、黒っぽいなと、そんな気もいたしますね。今回は先ほどの大久保駅でも、こちらでもちゃんと荷物持ってきてるよ。はい、東の城駅で途中下車しましたよ。途中下車員ものすごく丁寧にしていただきましたけど、これ一応普通のシャチ型に見えるんですけど、なんかね、あれですね、先端がしわ割れてて、でなんかカパってね、新幹線の連結器が出てくるとカパって開いて出てくるんです。かつ押している間外に透明な筒が保護されてるっていう謎の複雑な構造の途中下車員シャチ型でした。一応駅前に出てみましょう。単なる東の城駅なんですけども、ここ住所が旗折りそりの目、幽霊文字そりが使われています。はい、いいそういうことですね。なんのこっちゃ。はい、東の城駅再入場して、あちらに改めて入線したさっきとは別の車、この線弘前駅で、JR 最長大型切符の27キロ目に入ります。そしてなんとあれが本日ラストラン、最後の乗車です。どうでしたでですね、よりさは全く毎年の北海道フェア始まってるのを忘れてました。昔はね、ここから入れたんですけど、今も入れなくなっちゃった。
解説官しか入れないニューデイズの桜です。はい、急いで乗って飲みましょう。はい、今日はもうちょっと早く出る予定でね、リゾート白神1号と3号どこで降りようかな。10月でしまっちゃうウエスパーツ崎山かなとか、はたはたいされてくれたとか考えてましたが、全てが水の泡。この列車は途中の味方まで車掌のいないワンマンカーとして運転をいたします。はい、駅係員のいない新運転お降りのお客様は先頭車両の一番前のドアからお降りくださいますようお願いいたします。それ以外のドアは開きませんのでご注意ください。各駅到着前に流れます放送案内にご注意ください。東の城10時59分発、はい、無事乗りました。さくら行きましょう。ワンマンカー列車広崎行きです。発車まで3分少々お待ちください。ブハー、幸せですね。はい、岩館駅で、高架待ちですかね、4分停車ということで運転手さんの許可をいただいて、一時出場しています。岩館ハット、これハットって小屋のことですね。切り欠き貨物法、はい、見事ですね。そして昔こんなだっけ、ここ駅舎新たに木造風に作ったんじゃないよこれ。謎だね、こんなだっけかな。あ、でも古いか、これ記憶と違うんだけど、何でしょうね、記憶がおかしいのないよね、そうですね。はい、ということで、また食べてみましょう。はい、そろそろ秋田県八峰町を抜けて青森県深浦町に入ったと思われます。もう入りましたね。はい、ということで青森県です。ついに今のが開くのでリゾート白神よりこれは唯一のメリットですね。この温泉の絶景、窓から過ごしでなくダイレクトに見れて、ゴミも打ち上げられてる量少ないので見てて悪くないです。まあよくこんなところに鉄道通してもいいですよ。カーがついてから思ってすごいですからね。ムツサーベイキの独特の町屋です。ここは米沢が2004年だか5年に初めて上演した、まだ管理宅現役おばあちゃまの管理宅で今はムツサーベイキ。はい、特徴的な建屋が見えてきました。そしてこれがスロープカーですね。出てまいりましたね、私ね。はい、ウエスパー椿山駅に到着しました。リゾート白神ずっと運休していますので、非常に錆びれた感じはいない。あの車も単に従業員になっています。そしてこちらもう赤字累積がとんでもないことになっているので、もう無理、深浦町諦めました。今年の10月31日限りで全施設閉鎖という話です。温泉だけでも残んないですかね。そしてこれ向こうね、椿山源泉という海岸沿いにね、源泉があるんです。こぼれてる湯、海岸の石ころを集めて食べると、ノリ湯入れますよ。米沢入りましたね。抹茶茶な鉄の温泉です。残念ながらここの空襲機じゃ除鉄、鉄を除いて余計なことすんなって話です。
止められちゃうのかな。今日だからここに入るっていうのもね、リゾートしなかった、知ってれば考えてたんですけどね。それでは画面に変わりました。船市駅ですね。船辺になんかこれ幽霊文字、ぬか巻沢のぬかとかさ、ハゼ山のハゼとか、あれと同じ作りだねこれ。まあそういうことですけど、まあね、もともとこれ風呂伏温泉はここが最寄り駅で、送迎車もここから出てたんですけどね、今ウエスパスパーキヤマができたのでそっちに発着だね。前も言いましたけど、年末年始にここで、年越しをしつつですね、この線の全域乗車にアホなことを昔やったんですけど、その時はですね、ここに乗車したいだけからダメというだけのためにためだけにですね、黒伏温泉の方に頼み込んでここまで、車を出してもらいました。懐かしいですね。ありがとう。船に今頃はい、深浦駅で11分間停車ですね。あれですね、CTC がじゃなくて、閉塞が、あれですよね、赤外線なのかな、ここは。なので一旦止まらないとですね、閉塞管理はできないので、こうやって交換可能駅では長時間停車する感じですね。で、まあ、友人駅でございますので、ご覧のようにはい、ゴミに見えますがシャチアタでした。ちゃんとね、インクもちゃんとインク台使わないで普通に押せてますが、なんかゴムイみたいな味わいですね。はい、ありがとうございます。まあ、そんなわけでね、こちらじっくりとね、で先ほど言った問題、これ途中下車員をもらって途中下車してね、荷物置きっぱなしっていうのはグレーゾーンじゃないのっていう話ですけど、この今回の場合は多分いいと思います。出場してないからね、ここまで使用したって証明でね、この後ね、払い戻しを、もしこの切符を途中で事故で、旅行を取りやめになった時の払い戻しの基準がね、深浦駅になったと。なんのこっちゃ。まあ、途中下車はしていない下車員だけもらっただけですね。良いということにしましょう。はい、いきなり深浦駅を出てから歩道線
驚きをきときあこの味がある鉄道車ですね。戦場時期です。ここもね、観光駅として憧れてきた、かつて臨時駅だったりします、米沢はですね、そのまさにこの戦場時期、ゾンと白神が止まるわけですけど、偶然ね、上下車で隣の北金ヶ沢はね、北金ヶ沢はね、さっき言ったように、CTC っていうか ATS じゃなくて閉塞扱いを、まあ、赤外線でやってるため必ずね、水しが止まるんですけど、ドア開かない。北金ヶ沢の沢が私の名前になって降りなきゃいけない、戻れない。そうだ、戦場時期まで歩けば大丈夫ってことで、北金ヶ沢で降りてこの後紹介する。道をめでて触って、そして歩いてここまで来たんですね。歩いてここから、リゾート白神に乗って、広瀬に行かれる、そんな思い出がございますね。この路線も語れますね、いっぱい自分の体験だけど、自分大好きのレザーです。はい、そしてこの路線といえば、これまでどんな鉄道雑誌やネットでもほとんど紹介されたことがないヤバいやつ、まもなくやってまいります。私のブログぐらい寝てない気がするんだよな、これ。間もなくやってまいりますよ。はい、この辺ですね。この辺。そしてこの先もあったような気がするんだけど、気のせいかな、あれ。多分今のところですね、解説はテロップで出しておきます。そして間もなくイチョウです。イチョウが来ます。あ、ここもそうですね、完全にそうですね。これね、この辺、この辺やばいですね。奈良線とかの騒ぎじゃないです、ここ。本当大変です。そしてもうすぐ大イチョウ。あ、ここもそうですね。はい、この辺は倉庫だからまだね、お住まいではない。さあ、ここもそうですね。はい、ここからも西があるのかな。はい、ありますね。はい、というわけで、まもなくイチョウじゃないかな。簡易宅かろうじてやったんですけど、まあでも、ここにいた時点では駅付いは今駅付いたというところですね。はい、はい、あ、駅舎そのままありますね。あ、橋脚がいる、すごい。はい、阿字ヶ沢駅来ました。ここでもう海とさよならですね。というわけで、ここで、やはり7分間で、ここから車掌さん9人だそうですね。乗務です。途中下車いただきましたよ。はい、昔と関連ですね、ゴム印です。はい、ありがとうございます。でですね、まあ停車時間 7分なんでね、あの駅前の正面のなんとか屋っていう名前忘れた。ね、去年食べに来てほしかったんですけど、あれは諦めてね。頼む。
はい、むつつるた駅です。つるたですけど、地名は、駅名はつるだ。終札実施、終札、終改札実施の、簡易タクリですね。はい、これで、JR 最長大型切符の旅27キロ目の途中7日目、こちらで途中下車をして中断となります。ここももちろん交換駅だったんですけどね、まあ、地下道なんかでしたりしてね、さようなら。ずっと会員宅の人を待たせてしまっています。はい、無事ムツル大駅で降りました。ちゃんとね、委託の委託員の方に経路説明して、途中下車、特にこちらから駅名行為の内容を求めませんでした。まあ、決してないのはね、以前も、途中下車して確認済みなんで、これでいいことにしましょう。本日はもちろんここに泊まります。というわけで、 JR 最長型切符の旅7日目、旅行の移動というか、その切符の講師としてはここまでとさせていただきます。この線の動画たっぷり30分分ですよ。あれか、8分ぐらいは自分がそのうちで単に麺類食べてるだけっていう話ですけど、申し訳ない。この後のね、宿泊その他は、ね、またあの出雲湯裏温泉と同じスペシャル版としてお届けしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。